福岡市では国で脱ハンコの議論が活発になる中、全国に先駆けて行政手続きのハンコレス完了を発表したところです。まあ、議論が活発になったのは最近なんですけれども、まあ、実は福岡市はこの取り組みを平成31年の1月から開始してました。で、取り組みの開始当初はですね、700種類しかなかった押印義務のない申請書を今年の9月末で3800種類まで増やして、市単独で見直し可能な全ての申請書類3800種類について押印義務のない、まあ、いわゆるハンコレスの取り扱いとしました。今日は福岡市がどのようにしてここまで至ったのかをお話したいと思います。まずはじめにハンコレスの目的です。何のために取り組んだのかっていうところから、ハンコレスのその先に何があるのかっていう点ですけれども、一つは、行政手続きのオンライン化でもっと便利で快適に、でもう一つが、人的資源をぬくもりが必要な組合、まあ、デジタルでできることはデジタルに任せて、でそれによって生まれた人的資源を、まあ、福祉などのぬくもりが必要な分野へ従事させていきたい。でハンコレスはこれらの目的を達成するための、まあ、前準備となりますね。どうやって取り組んできたかっていうところなんですけれども、まずは市長からの、まあ、2度目にどれだけ本人確認効果があるのっていうような率直な問題提起がございました。そして、冒頭説明したようなハンコレスのその先にあるオンライン化ですとか、まあ、人員配置の最適化といった目的を地道に説明して浸透させていったというところですね。そして職員に、判断基準を示して、それに沿って各手続きを所管する部署において、まあ、押印が必要なのかっていうのを、まあ、ゼロベースで見直しを検討していただきました。体制としましては法務課を取りまとめとして、まあ、役所一丸となったチームで進めてきたものです。具体的な手順は次の通りなんですけれども、まずは、調査をして、でどんな手続きが何を根拠に、まあ、どのぐらい受付をしているのかっていうのを調査いたしました。でそして、まあ、全体調査の過程で、所属から受けた問い合わせ内容だったり、まあ、他の事例を参考に判断基準というものを総務課の方で策定しまして、まあ、それに沿った見直し検討を、各部署に お願いしたんです。まあ、市の経営陣のようなものなんですけれども、まあ、それで構成されるスマート行政推進会議という会議体を設置しまして、ハンコレスの取り組みをその会議体で進める事業の一つとして位置づけて、そうすることで上層部を進めた、まあ、チームで取り組みを強めたということになります。そうなったらあとは常に、まあ、達成期限に向けて、まあ、コツコツと見直しを進めるだけということになるんですけれども、まあ、半年に一度進捗状況を確認して、まあ、見直し状況を集約していた。令和2年度末までには完了するぞというふうにしてたんですけれども、新型コロナの感染拡大が発生しました。もう少しでも早くオンライン手続きをできる環境を作る必要があるんじゃないかということで進めていたものです。そこでハンコレスについて、まあ、当初の取り組み達成期限を半年前倒して、令和2年9月末までに達成するよう、まあ、スピードアップすることを求めていきました。そして、市単独で見直し可能な3800種類について、早々に見直し完了っていうふうにすることができました。まあ、コロナの感染拡大はある意味もうこの取り組みのですね、追い風になったかなというふうに思っています。ただまだ県や国の法令でまだ決まっている手続きは判行が必要となっておりますので、国の方でも検討されておりますけれども、まあ、積極的に進めていただいて、まあ、全ての手続きで判行不要というふうになれば、まあ、市民の皆様の利便性はもっと向上するんじゃないかなというふうに思っています。早速池谷さん、今お話聞いて、はい、まあ、気になった点だったりとかおっしゃっていただいてもいいですか。本当に福岡市さんが市民のために努力してハンコレスを達成したということが分かって、まあ、本当にいい市なんだなって感じました。すごく気になっているのが、役所にお勤めの方は市民サービスが便利になってもならなくても、まあ、最悪潰れないし、クビにもならないし、給料にもそんな反映されるわけではないじゃないですか。何をモチベーションで今までの行政フローをこう一新しようみたいな意識で頑張っていらっしゃったんですか。これも多分市長の問題意識ですけど、はい、その福岡市人口増え続けてて、そのこの前まではその税収も7年連続で増えてて、どんどん増えていくんですね、人口は。ただその高齢者の数も増えていくし、どんどん支える人の数っていうのが少なくなっていく、支えられる人が多くなっていくっていう、こう日本全体を覆っているようなやつとは無縁ではない、テクノロジーの力を最大限発揮したいというような思いがあるのかなと、そういう対極感なのかなという。行政書類からハンコ欄をなくすっていうだけだったら、多分ほとんどの行政書類って三文版でも OK じゃないですか。だからなんかこう、まあ、エイヤーって消しちゃえば大丈夫
なような気もするんですけど、2年いろいろな努力をしてここまでやっと来たっていう上で、何が一番変えるのが難しかったかっていうのもすごく気になります。日本って印鑑文化なところがあると思うんですよね、はい、職員の中にもそういうのがこう根付いてて、で印鑑がいらなくて本当に大丈夫なのみたいなところをですね、最初みんな思ってたと思うんですよね。ここを変えるまでにちょっと時間がかかってちょっと生々しいお話で、まあ、中川さん自身は今年になってから移動されてきたという話だったんですけれども、例えばまあ前任の方から聞いているムカついただったりとか、ちょっとフラストレーションが溜まったようなエピソード何かありますか？見直しをしている所属の方からですね、はい、これは見直しできませんっていう回答が来たりするんですよね、はい、でその見直しできない理由にですね、社会通念上応印が一般的だからみたいな書き方をしてあったり、はい、いや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 違うだろうみたいなあるかなと思ってまあ理由になってないっていうか、理由になってないか、はい、これがもう常識だからそうそう常識だから、いやいや違いますよって、何に基づいて応印求めるんですかっていうのを毎回なんか考えてます。それを地道にこう何回か話を重ねて、あ確かにじゃあいらないかもなというところに落とし込んでいく、少しずつ少しずつ。そんな説得するときに一番これ聞いたなみたいな一言があれば教えていただきたいです。押してもらうのが認め印だからですね、認め印そのものにどんだけ本人こう確認の効果があるのっていうと、向こうもそうだなみたいな感じのところがあるかなとは思います。なんか区役所で売ってたこともあったって。そうなんですよ、そうなんです。認め印なら誰でも買えるからです、ね、そうですよね。本人確認、本人が押したかどうかっていうのはですね、意味ないですよ。これからまあ他の全国の自治体がそれにこう続いていくというかですね、まあ、自治体だけじゃなくて企業もですね、これからいろいろとハンコレスだとか言い始めている中で、まあ、それがでもやっぱりとはいえうまくいってないところが結構多いんじゃないかなという気がしておりまして、まあ、そういった自治体さんとか企業さんがうまくいってないところに対して何かアドバイスができることがあるのであるか。ハンコに関して言えば、本人の確認っていうこととは全く関係ないことだと思います、はい、印鑑証明取ってる場合は別に、そういったことを繰り返し繰り返しトップがこうメッセージを流すっていうことによってみんなの意識が変わってくるっていうことじゃないかなと思います。古くからのこう習慣みたいなものを、ね、疑いながらちゃんと放出、ね、本当に必要なんだっけ。そうですよね、はい、それが大事なのかなと思います。まずその取り組みにあたって目標とか目的、まあ、それをもうぶらさないっていうことが一番大事かなと思います。で地道にまあ取り組みにあたってしても、まあ、下からだけでなく上層部も巻き込んで全体でやっていくっていうところが大事かなと思います、はい、でなかなかくじけるときもあると思うんですけども、はい、そういうときはもうとりあえず帰る今日でまた明日頑張ろうみたいな感じでちょっと気持ちの切り替えも大事かなと思います。あなるほど、なかなかやっぱこう先が長い、まあ、プロジェクトだからもうちょっとダメな日もあるよねと、そういうときはもう帰ろうと自分一人で解決しようとせずにこうちゃんと上も巻き込んでと、はい。今回福岡市さんが先んじて9月の末ぐらいにこれを発表されて、国からの福岡市に助言を求めるだったりとか、なんかそういう動きもあったりしたんですか？河野大臣の直轄チームです、はい、内閣行政改革、はいはいはい、直轄チームに福岡市の職員を1名派遣してるんですよ。お、はいはい、でそのチームで他の自治体もうハンコレスの取り組みが早く進むように、なんかマニュアルを作成するっていうような話を聞いておりますので、なるほど。はい。なるほど。まあ、福岡市のこれまでの取り組みだったりとか、なんかそういったノウハウだったりが活用していただければなというふうに思います。なるほど。じゃあやっぱり福岡市モデルとか、福岡市のノウハウが国にこう展開されていくと。結構あれですよね、なんか国も一生懸命ハンコレス進めてますけど、地方自治体、例えば県とか市とかに提出する書類の方が多いと思うんですよ、普段。だから、なんか国が変わっても、福岡市みたいになんかこう進んでいる地域に住んでなかったら、あんまりハンコレスの実感って湧かないかもしれないですよね。他に市民の皆様からの反響とかってどうですか？窓口に来てなんか印鑑持ってくるの忘れたとか、申請書出しに来たって、印鑑つくの忘れたって言って、まだもう一回帰らなきゃいけないとか言うですね、市民の方 もう中にはいらっしゃると思うんですよね。忘れても署名書いてもらえば、はい、大丈夫ですので。なるほど。その辺は市民にとっては一旦は減ったのかなというふうには思います。ハンコレスにした書類の中でも職員募集なんかも結構ハンコレスにして、さらにオンライン化もされているみたいな話を聞いたんですけど、こう応募者層とか応募者数とか変わってきてるのかなっていうことをお伺いしたいです。確かですね、教員の試験とかって去年オンライン化したんですね。でそしたらあっという間に 94% ぐらいがオンラインで、申し込みしました。紙は 6% でした。やっぱりそれ年齢層によると思うんですね。
その教員採用試験とか受ける人は若い方ですということなので、若い方を対象にした手続きっていうのはやっぱりオンライン化に馴染むし利用率もぐぐっと上がるかなっていうふうには思います。確かに特に若い方に向けて何かを募集するみたいな時にやっぱりオンライン化してるとデジタルネイティブみたいな層にとっては嬉しいですよね。現状のまだ効果として、まあ、目に見えるものはまだどこまで出てきてないかもしれないんですけれども、例えばこれぐらいのこう人員が削減できそうだとか、すでにできているとか、ハンコレスを導入したことによる見えている効果って、市役所内の効果ですね、何かありますか？申請書、紙の申請書に押印をしてもらってたものを、まあ、いらなくなったっていうところなので、紙の申請書そのものが変わってるわけではないからですね、そこで受け付ける職員の、まあ、手間だったりとかいうのがそういうふうに変わってるわけではないので、はい、人員的に効果があったかっていうとそれはまだまだなんです。これがまたオンライン化につないでくれればまたそこはちょっと変わるかなと思うんですけど、うん、オンライン化した暁には人手が必要なところにこう人手を持っていかれる予定だっていうのを最初のプレゼンでされてたと思うんですけど、はい、どういったサービスを充実させたいとか、ビジョンがあったりするんですか？市長いつも言われてるのはおそらくその介護とかですね、福祉関係とかそういったの相談しないとダメなやつとかですね、障害者支援もそうですし、市役所が持ってる機能ってすごいいっぱいあって、でその中でも人じゃないとできないっていうことがやっぱりある。だからそういうぬくもりって言ってますけれども、そういった分野により多くのマンパワーを任せるというのがいいんじゃないかと。でデジタル技術でできることはデジタル技術にさせておけばいいということなんで、積極的に新しい技術を取り入れていこうっていうスタンスですかね。もうすでにですね、その引っ越しの手続きですとか、水道の手続きとかも一応オンラインで申し込めるようになってたりするんです、まあ、結構身近なやつはオンライン化してます。あとはまあいろいろ件数も多いけれどもなんか難しいっていうものは結構あったりするんでですね、そういったものにどうチャレンジしていくのかなっていうことかなと思います。ちなみに難しい手続きっていうのはどういった手続きがあるんですか？一応転入手続きで、つまりその住民基本台帳法みたいな法律がありますと、はい、でそこには、他から転入してきた場合は2週間以内に市区町村行ってくださいって書いてあるんですね。その解釈はやっぱり対面で確認するっていうことが、法律での解釈としてあるということみたいなんで、はい、転入の手続きっていうのは完全にはオンライン化できないんですね。そういったメジャーな手続きであってもです、福岡市も160万ぐらいいますので、そのためにこうなんか区役所に行かないといけないから行列ができてです、それはコロナの前からもそうでしたし、コロナになってしまってからですね、本当になるべく区役所に来ないように来ないようにということを、おっしゃっていて、で今どこまでできてるかっていうと、市民局というところがすごい努力をされてですね、滞在時間がなるべく短くなるようにオンラインで予約をする、例えばですね自分の住所をこう書いて新しく申請書をオンラインで作って区役所に行く時間だけ予約する、例えば金曜日の15時に来ますということをオンライン上でやっておけば、実際に金曜日の15時に区役所に来た時にもうすぐそれが署名だけでですね転入手続きが終わりますみたいなことをまではできる。あとはその完全にオンライン化するためには、国の方にも今見直しをされているので、すごく頑張ってらっしゃると思いますし、より便利になるように、やっていくっていうことなのかもしれません、はい。これからそのオンラインの手続きをする順番というかですね、オンライン化するにもいろんなこう開発コストだったりとかかかってくるじゃないですか。例えば費用対効果、なんかどういうものを基準にこうオンライン化していく優先順位を決めていかれるのかなっていうのが個人的に気になってます。そうですね、はい、受付件数が多いのっていうのがまずあると思いますし、はい、それからあとはそのオンライン化することによってより利用してもらえそうなものっていうのがやっぱりあるのではないかと思います、あと個別にシステムを開発するっていうわけにもいかないでしょうから、とんでもないお金がかかるので、ある程度集合的に処理できるのであれば処理したいというふうに思ってますし、実は福岡市も今までもずっとオンライン化力は入れていて、その今その処理件数ベースでいうと 73.7 かな、それぐらい 74% ぐらいはですねオンラインでやろうと思えばオンラインでできるというやつですね。実際にオンラインで利用されているということではないんですけれども、それは今の法律の範囲内で可能だというふうな見立てがされているのがその 70%。 今福岡市は一生懸命水道のやつとか公共施設の予約ですとか、そういったので、いろんな昔から古くからのシステムも使ってるんですけども、一応オンラインインターネット上でできるっていう手続きは結構いっぱいあって、今218とかですね、だいたいその218ぐらいを網羅するとオンライン化するとだいたい 74% ぐらいがオンラインでできるようになります。
だからこれをどんどん上げていくか。やりましょう。LINE でできることも結構あるかなと思います。いや、LINE さんの粗大ごみの受付、LINE Pay の支払いで、一切うちにから出ずに、オンラインで完結するというですね、これはもう全国に誇るべき、素晴らしいサービスだと思います。まあ、ちょっと今、補足で、その粗大ごみに関しての現状をご報告すると、約2年前からのサービス、実証実験含めて始めまして、当初は粗大ごみを申請する方の 20% ぐらいが LINE で申請をしていたという感じだったんですけど、最近の数字で見ると、もう約 30% までいっているので、まあ、およそこの粗大ごみを出される福岡市民の3人に1人ぐらいは今 LINE で手続きをするみたいな状況になってきているそうです。まあ、我々としてはもうそのオンライン化のところはもうどんどんできることはやっていきたいと思うんですけれども、そうなってきたときに、今度はデジタルデバイドっていう問題が最近結構自治体とか国の中でもちらほら名前が出てくると思うんですけど、まあ、要はスマートフォンを持っていない人とか LINE 使ってない人どうするんだみたいな、そのスマートフォンを触ったばっかりの人でも対応できるようなユーザーインターフェース、まあ、LINE さんもそうですし、あとでもまあ福岡市で今その LINE さん以外でもオンライン化 の、ツールとか、一応オンライン化のツールとかあるんですけども、まあ、そういったものをなんかさらに使いやすくしていくっていうのは一つあると思いますし、まあ、そもそもスマートフォンにタッチすらしないっていう方々もいらっしゃると思います。そこはですね、興味を持っていただけるように、例えばその手前講座とか僕もやったことあるんですけども、公民館に行って、お年寄りの方になんかこういろいろインターネットについて話をしたりとかもあるんですけども、そういったこともありますし、あとはもうどうしても乗り切れないっていうのであれば、別にオンライン化をですね、オンライン化に統一するっていうわけではもちろんないわけですから、まあ、そこはもう来ていただきたい人はもう来ていただいて構わないというのはあると思いますし、そういった方々からのなんか反応とかってあったりするんですか？やっぱりお年寄りの方はもう区役所なんて行った方が早いけんっていう感じですよね、はい、70歳とか80歳のところ、方々がいらっしゃるところで出前講座、例えば私がってお話しした時もですね、お家でできるようにいろいろ頑張ってますっていうような話をしたんですけど、行った方が早いっていうのは言われますし、それに勝てるように頑張らなきゃいけないっていうことなんですよね、きっとですね。そこで、まあ、LINE さんの粗大ごみみたいに、もうものすごく早く、簡潔にできるっていうのは、そういうなんか魅力があるサービスっていうのを提供できないといけないのかなって思います。デジタルの強みって、24時間できるとか、まあ、家にいながらできるとか、そういうところだと思うので、そういったデジタルビハインドある方も感じれるメリットあると思うんですよ。そうですね。だから24時間、例えば何か申請を受付できるとかですね、でしかも使いやすいのでパッとできるとかですね、利便性っていうのが、まあ、あるので、どんどん改善を重ねていく必要があるのかなというふうに思います。私エストニアの e レジデンシーを持ってて、なんかそれ持ってると5分ぐらいで会社作ることができるんですよ、エストニアの会社それで実際に作ったんですけど、なんかそういう本当に気軽にオンラインで手続きができると、ノリでやってみようって思ったことをスムーズにエストニアの人口130万とか120万とか、それぐらいですよね、福岡市よりもちょっと少ないぐらいなんで、将来的にはなんか会社作るみたいなことになっても、福岡市にいるとめちゃめちゃ早くできるみたいな、3分できるみたいな今スタートアップの取り組みもされてるじゃないですか、たくさん、そういうところとコラボして、そうですね、福岡市にいると起業までのスピードも速いし、起業してからもすごくサポートされます、新しいスタートアップが生まれやすくなる、それは素晴らしいプレゼンだと思います、ね、いやまさにでも特区で求められてるのはそういうことなんじゃないですか。そうだと思いますし、はい、あとはスタートアップ都市宣言とかも早くから第1号としてやってるわけです、はい、じゃあその福岡市モデルを全国に展開していくみたいな時の福岡市さんの考え方というかですね、何か考えられてることって今あったりしますか？まあ、ハンクレスの方を見てると、まあ、今回思ったのはやっぱりいろんな方々に菅総理をはじめですね、市長がお会いしてものすごい発信力で全国に発信するっていうのが、これによって結構ロールモデル的なものがこう発信されていって、全国の自治体が福岡市に問い合わせに来るというような流れを作ってらっしゃるっていうのをこう客観的に見て思いました。私たちが福岡市さんと取り組んでいる福岡市の LINE 公式アカウントもですね、先日ソースコードを無償で提供するといういわゆるオープン化の取り組みを始めたんですけれども、それもですね、発表から 2,3 ヶ月なんですけれども、現時点で80件ぐらいの問い合わせをいただいている感じでして、なんで1日1件ぐらいは必ず何か問い合わせが来るみたいな感じなので、オープン化に関しては手応えを得ています。オープン化、そうですよね。コロナの関係でも東京都さんが、Code for Japan と作った、はい、オープンハブで、はい、で福岡市も Code for 福岡
ありますので、はい、福岡市もオープンデータ出して見栄えのいいグラフを作っていただいてるんですよね、この福岡にですね、はい、もちろんそれは東京都さんからの技術をお借りしたものですけども、まあ、そういったのオープンなやつっていうのは、まあ、一つすごい大事なことかなと。将来的にあるんですかね、福岡市のシステムを国にバイアウトみたいな。あ、そうですね、バイアウトしたいかもしれないですけどその例えば共用するとかそういうことがあるかもしれませんけど、うん、これもなんか時間かかりそうだなっていう気はなんか直感的にはしてます。というのはそのすごいお金投じてるんですよね、システムには。もうなんか何億も何十億もやってますし、もっと取るとですね、何十年かって取るともっとたくさん投資してると思う。まあ、なかなかそういうふうに簡単に舵を切れるかどうかっていうのはあると思いますし、いろいろとなんかこう議論を深めて、いかなきゃいけないやつなのかなと思います。池谷さんから他に追加で質問したいことなどありますか？そうですね、ライバル自治体があったのかっていうのは聞きたいです。ライバル自治体っていっぱいいると思います。オンラインも力を入れてるところもあるし、個人的にライバル視してる個人的にライバル視してるのはですね、神戸市とかですね。神戸市すごいなと。いろんな分野でですね、オンライン化のみならずの、はい、オープンデータとかもそうですし、テックチームがすごいいっぱい、はい、ガンガンやってるような感じはしますので、はい、あ、ではこれは個人的です。ちなみに池谷さんはどこか注目されてる自治体はありますか？そうですね、最近聞いた自治体ですごくわー先進的だなと思ったのは、明石市の子育て支援はすごく先進的だなと思いました。なんかかなり手厚いらしくて、2人目以降の保育料が無料だったりとか、はい、医療費も無料だったりとか、結構子供を育てることにもう本当に特化して自治体運営されてるらしくて、だから若い世代の転入もすごく多くて、実際その税収も上がっているみたいな、市のためにもなるし、子どもの数ももちろん増えるし、いい取り組みだなと思いましたね。いいですね。そろそろお時間となってまいりましたので、最後の、締めのコメントをそれぞれいただきたいと思います。そうですね、国が結構ハンコレスに乗り気になってて、ハンコレスとか行政のデジタル化とかに乗り気になっているっていうニュースが出た時に、もう福岡市はそれ終わってますっていうニュースが出て、すごいうわ福岡市めっちゃ先進的みたいな話題になったと思うんですけど、そこには本当に2年っていう歳月をちゃんと費やして、そういった努力の上に、まあ、福岡市すごいねみたいなニュースがあるっていうのを改めて知ることができて、すごく面白かったです。今回はハンコレスの取り組みをですね、進める中でちょっと感じたことなんですけれども、達成したい目標っていうのをやっぱ共有することが大事なんだなと思ってます。で、今回すごく福岡市の取り組み話題にしていただいてますので、もういろんな自治体からですね、お問い合わせもいただいておりますので、ぜひ福岡市の取り組み、ノウハウを参考にしていただければなというふうに思ってます。ハンコレスっていうのは、まあ、手段であって、ハンコレス自体が目的ではなくてですね、オンライン化につながっていてこそのハンコレスだと思ってますので、まあ、しっかりとバトンを受け取ったということでですね、オンライン化をいろいろと頑張っていこうかと思います。今までもやってきましたけど、ハンコレス達成されたことでですね、まあ、環境が整備されたというふうに思いますので、よりしっかりとやっていきたいと思います。ものすごくこう、ちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、すごく特別なことをされたわけではないのかなというような実感を受けました。で、まあ、もちろん市長のリーダーシップっていうところもあるんですけれども、やはり現場の方のリーダーシップっていうところもすごくあったんじゃないかなという気がしておりまして、まあ、他の自治体の皆さんとか企業の皆さんも今日聞いておられる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、結局のところやっぱりトップもそうでしたし、現場もそうだし、まあ、リーダーシップを持ってやるかやらないかの差なのかなというふうに思いましたので、ぜひ何かの参考にしていただきながら、進めていただければと思います。というわけで、今回のスマートシティ TV は、以上で終了とさせていただきます。次回の、スマートシティ TV もお楽しみに。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。